はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、あ、そうだ、これだ。人質じゃなくて、子供に話してもらうためのアイテムをおばちゃんからもらった。おばちゃんが拾った、この子供の、トノサマンカードを、手に取り、さあ交渉しようってとこか。おいガキ、こいつを見てみろよ。キュータ君、これ、あ、俺のトレカぐらい知っとけよお前。まあ、トレカは誰でも通ってくる道じゃん。トレーディングカードのことだよ。大人のくせに何も知らねえのな。これあげるからさ、話聞かせてよ。それはもともと俺のじゃねえか。資本主義社会の基本は等価交換。おお、お前賢いな。おたのくせに何も知らねえのな。小難しいこと言いやがって。大地さ、いらねえよそんなカード。え？そのカードさ、ダブって持ってるんだ。あんたにくれてやるよ。おいおい、話が違うぜ。俺と取引したけりゃもっとレアなやつを持ってきな。レア？焼き加減のことが。ちょっと、なるほど、どんな人生送ってきたんや、お前。めちゃくちゃ真面目なご家庭で育ったのか、お前は。お茶のくせに何も知らねえのな。レアカード、珍しいカードのことだよ。レアカード？ねえ。え？そんなこと言われてもさ、レアカードなんかねえよ。いや、待てよ。まさか、この荷物の中にあるんじゃないか、これ。ちょっと。なんとか、勝手に開けちゃダメよ。開けませんよ。あやちゃんに言ってよ。ダメ？そんなつもり、万が一さ、持ってんじゃないか、みたいな。いや、トノサマンカードないよ。おばちゃん、持ってない？トノサマンカードどこで？コンビニで買いに行こうぜ、じゃあ、コンビニに。あ、いるかな？あ、取り調べか。なんで？どこ？じゃあ、まず行ってないとこ片っ端か、あ、つかもう行けないのか、第一スタジオ。監督持ってない、監督。レアカード持ってないんだけど、レアカード。監督。お、あら、こんにちは。あ、どうも。こんなところで何を？あ、ちょっと資料の整理を。はい。そちらの彼女、なんか雰囲気変わりましたね。まるで別人みたい。別人みたいとかじゃないだろう。ガタイが 1.3 倍ぐらいになってるぞ。気のせいですよ。そうです。そうですよ。違うと思うけど、レアカード持ってない。あれからあの子は見かけた？いえ。さっきまで大変だったんですよ。警備員のおばちゃん、あの子を追いかけ回してたんですけど、結局逃がしちゃってすごく怒ってました。うん、僕たちも見たよ。さっき、キッシュじゃないわ、なんだっけ。詰所で羊羹を握りつぶしてました。おばちゃんもそこまでムキになるなよ。壁のポスターみんな胃袋さんの。そうですよ。ほんとこんなことになって残念です。でも最近は人気が落ちていたとか。そうですね。あのことがあってからですね。あのこと？弁護士さん知らないんですか？胃袋さんのこと。知らないけど。ごめんなさい。私余計なこと言っちゃったみたい。あのこととは何かな？気になるな。何？あのことって。すいません。いや、ウキペディアで調べ、ウキペディアで。出てくるでしょう。私の口からは。やれやれ、また口止めってやつか。ウキペディアで調べ、ウキペディアで。出てくるでしょう。そんなの。まあ、だって芸能人がさ、不祥事なんか出てくるよ、そんなもん。ぴょんって。ちょ、なんかさ、レアカードない、レアカード。ちょっと待ってよ、なんで、俺もう、
もうてっきりさ、もう次のステージ進む気満々できたのにさ。でもレアカード持ってそうな人いないんだけど。そうだな、もう行けないもんな。でもおばちゃんが今行ってんだよな。レアカードなんか、なくない?ちょっと、ガキンチョ、レアカード落ちてないここら辺にレアカード。ガキンチョ何やってんの?もう。これレアカードは?ちょっと、積んでないっすかこれ。なんか落ちてないここ。落ちてないんかい。でもこれダメだとちょっとまた探すわ。ガキンチョ、助けてくれよ。レアカードどこ?お、ちょんまげ武器も知らねえのかよ。超ダセえな。そんな人気番組だったとか。なんかあるかもしれない。ここで話が進むかもしれないな。ねえな。飛ばすか。もう一回突きつけてワンチャンないかやってみようかな。いや、一緒か。オッケー。レアカードなんかないよな。めっちゃ飛ばすわ。ごめん。あれかな。これ、他の人にさ、このカード突きつけたりすんのかな。そしたら、私も持ってますよってなんのかな。やってみようか。これどう思う?あ、父様のトレーディングカード。実は私も集めてるんですよ。あと1枚でコンプリートするんですよね。やっぱね。はい、来ました。コンプリート。コンプリートもしんないの?お前。どういう生活してんの?カードを全種類揃えることです。へぇ。これ、このカード。ずっと探してた最後の1枚。はしたない女だと思われるかもしれません。でも。あ、でも真ん中のカードいかついじゃん。お願いします。できましたら、私とそのトレード。トレード?交換です。私、レアカードが余ってるんです。レアカード?珍しいカードのことです。何卒お願いします。何卒。あの時、お手目に恥をかかせてはダメよ。なんだ?この意味不明な盛り上がりは。交換しましょう。いいですよ。本当ですか。嬉しい。じゃあこれ、はい。きた。トンサマンカードの一種、コレクターにとって特別な価値がある。レアカードかぶったんだ。キャッフー。行っちまった。いいことをすると清々しい気持ちになりますね。本当にそうですね。おい、ガキンチョ。手に入れちまったぜ。てかあれだな。あ、どこだっけ。どうやって行くんだっけ。これか。いやー、そうか、そういう柔軟さもいるんだな。ちょっと慣れてきたこのゲームに。おいガキンチョ、見てみろよ。なあ、このカード。あ、そのカード、俺の持ってない最後のレアカードだ。お前らそんなようコンプリートしてんな、目前まで。いくらかけてんだ。7、おい、くれよ。何なんだこの食いつきの差は。よーし、お兄さんと取引をしないか。いいぜ。トンサマンスピアに悪代官もつけるよ。いや、カードはいいんだ。質問に答えてくれよ。なんだそんなことか。いいよ、何でも聞いてよ。レアカードを九太君にあげた。さあ、なるふく、お話を聞きましょう。こちらに有利なことがあったら、明日の法廷に来てもらうんです。え?来てもらうの?来てもらうの?じゃあ、順番に聞いていこうか。あ、父様。なんか足を引きずってるみたいだけど、これがどうかしたかい?あ、知らないんだ。じゃあこれ。かっこいいよな、父様のスピア。俺も欲しいな。まゆちゃんと話が合いそうだな。これは?
なんだそれ、つまんないもん見せるなよ。これ？え？ガキンチョないぞ。ガキンチョちょっと待ってよ。これあれだな。前と同じでこれあれだ。突きつけるのまま引き継いでるからこれなんだ。もうやめてよ、逆祭。父様好きなんだ。だってかっこいいもん。かっ。そうかな。兄ちゃん外見じゃないんだよ。生き様がかっこいいんだよ。おお、見抜いてるね、結構。小学生が生き様は語るなよ。兄ちゃんも好きだろ、父様。ああ、大好きだよ。なあ、どこがいい、トン様。やっぱね、トン様見ててね、まあ、確かにね、トン様っていうのはまあいろんな側面から見ることができると思うんだけど、まあ俺は、まあ、その、トン様って本来はやっぱヒーローだからさ、まあ、戦う姿確かにかっこいいんだけど、俺はやっぱね、トン様のその、中身のその、やっぱり人情に熱い人柄、そこがいいなって。そうだな、適当に答えるしかない。人情に熱いその人柄に惚れちゃうかな。だよな、だよな。あめて意外と優しいところがあるんだよ。うんうん。なあなあ、他にもあるだろ、いいところ。まだあるのかよ。なあ、どこがいい、殿様。いや、まあさらに言えばやっぱ戦う姿っしょ。まあ、それはもう敵をやっつける瞬間かな、スカッとするし。やっぱそうだよな、父様は絶対に負けないもんな。見てくれよ、このアルバム。殿様メモリー、なんだこれ、殿様の写真ばっかり。俺、殿様のショーには必ず行くんだよ。ああ、デパートの屋上や遊園地でやってるやつか。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず全部写真撮ってるぜ、完璧に。見てくれよ、これ新しいデジカメだよ。かわいいな、お前。だんだんかわいく見えてきた。ほら、かっこいいわね、最新のモデルじゃない。だろだろ、買ってもらったばかりなんだぜ。こんなアルバムのタイトルは、トン様栄光の足跡さ。トン様はどんな時でも絶対に勝つんだよ。お姉ちゃん、よかったらこれあげるよ。あげるの？え？お前が作ってきたもの、そんな簡単にあげる？え？いいの？うん、これデジタルカメラで撮ったからさ。あ、そっか、残ってんのか。データ残ってるし、また作れるから。じゃあもらっちゃおうかな。栄光の足跡もらった。千尋さん、働かなくても生きていけそうだよな。パパ活、パパ活いけそう。パパ活が。君は事件があった日もここに来ていたよね。うん。その時何か見なかったかい、キルダ君。はっ。これは正義のための質問なの。トン様はいつでも正義の味方でしょ。あなたもそうでなければダメよ。俺見たんだ。全部見てたんだよ。こいつからはまだ聞き出せることがありそうだな。こいつっていうのはこいつって。キュータ君って言え、こいつじゃなくて。キュータ君、聞かせてくれ。事件があった日、君は何を見たのか。これ迫るんじゃないですか、これ。だいぶ。あの日、ここに着いたのは2時くらいだった。おばちゃんに見られないように、道の外の林の中を歩いていたら、すっかり迷っちゃったんだ。30分くらいかな。で、やっとスタジオの前に出たんだよ。そうしたら、どうしたの、キュータ君。父様が悪いやつをやっつけたんだよ。父様のスピアでさ、いつものように一撃だよ。すごい迫力だった。俺怖くなっちゃって、あの日はそれで帰ったんだ。そうなんだ。それは大変だったね。あんた、言葉に心がこもってないな、千尋さん。はい。これってつまり父様が殺人犯ということですよね。そうね。そして監督たちにはアリバイがあるから、トン様んじゃない。その通りよ。すると犯人は煮干しさんしかいないことになる。
予想外のことだけど、この子を法廷で証言させたら依頼人は確実に有罪ね。法廷に呼ぶのやめましょう。そうね、そっとしておきましょう。あ、そうはいかないっす。来た。前の話聞かせてもらったっす。この少年は重要な証人っす。我々が手厚く保護するっす。さあ少年、刑事さんと警察署までランデブーっす。やだよ、うわ。困ったわね。手がかりはこれでゼロになっちゃったわ。最悪な形で。どうするんですか、千尋さん。私そろそろ帰らないと。大丈夫、なんとかなりますから。いやいや、明日法廷来てくださいよ、自信ないから。なるほど、一つ聞かせて。あなたは煮干しさんの無実を信じているの？いや、それはね、もう依頼人というかさ、まあ、その、まあ、依頼人とさ、まあ、弁護士という関係になったからにはもう信じてますよ。当たり前じゃないですか。その一言が聞きたかったの。いいわ、明日法廷でね。はい、よろしくお願いします。よろしくね。じゃあやっぱちょっとちょ、冷静になるときついな、声が。さすがにちょっと俺もなんか見失ってきたもん、その綾里家のあり方について。綾里家の声のあり方についてちょっと自分の中で何が正解なのか負担が大きいから見失ってきた。お、午前9時42分。なるほどさん。はい。さっきからなんでそんな険しい顔を。ああ、いえ。なんでもないですよ。え、あ、ね、千尋さん。うわ、怖い顔。なるほど君。あんたの依頼人は今ほとんど死にかけているわ。そういう意味で彼にはとても親近感を覚えるわね。悪い冗談やめてくださいよ。今回はこちらに武器が全くないわ。いや、千尋さん、栄光の足跡がありますよ。でも煮干しさんが本当に無実ならば、私たちはどこかで見落としをしているはず。見落とし？いやだ、見落としもこれしかないでしょ。これみんな見落としてんの？足りてないじゃん、竹が。この法廷でそれを見つけ出せなければ、私たちは負けるわ。今日中に必ず。厳しい戦いになるな。でもあのスタッフが言ってたさ、なんだっけあいつ名前、あいつの名前なんだっけ、やられたやつ、胃袋の過去がさ関係してそうだけどな。これより荷物サブローの法廷を改定します。検察が準備完了しております。弁護側も準備完了しています。今は三鶴検事、冒頭弁論をお願いします。ちょっと久々だな。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、エイト撮影所には他にも関係者がいたという。今日は彼らが事件には関係なかったことを証明したい。わかりました。では早速証人を呼んでいただきましょう。あのプロデューサーが出てくるのかな。最初証人、宇佐井拓也を入廷させていただきたい。監督が来たか。証人、名前と職業は。なんだよ、失敬だな。僕を知らないのかよ。監督だぞ、トンサマンは僕が作ってるんだぞ。宇佐井拓也、監督してます、テレビの。証人は事件当日、撮影所にいたんですね。ほい。ではその日のことを証言してもらいましょうか。なるほど。ちょっと多い、キャラが多い。
なるほど。まずはこの証人の証言を崩しましょう。イボシさんが犯人でないとしたら、怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。はい、いきなりプレッシャーだ。よし、行こうか。まあ、これは流しましょう。あの日は朝の9時頃、スタジオに入ったけど、午前中はアクションの打ち合わせかな。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。お昼みんなはスタッフエリアでご飯食べたみたいだけど、コテージで会議があったから僕食べられなくて、会議は結局4時までやってたのかな。会議中は誰も席を立てなかったな。そんなところかな。じゃあもうスタッフがさ、おばちゃんしかいなくない？怪しいの。被害者の胃袋さんが殺害されたのが2時30分頃。その頃は会議中。あれ、ちょっと待って。会議中だったわけですか。では弁護人、尋問。ちょっと待って、見失ってきた、やばい。見失ってきたぞ。はい。ああ。な、見ていこう。あの日は朝の9時頃、スタジオに入った。まあ、揺さぶる結構使っていいと思うけどな。使ってみようかな。いつもその時間に？いや、時間はバラバラかな。それが業界人だよ。業界人ってそういう意味だったのか。でもあの日は一日忙しかったな。それを聞かせていただきたい。アクションの打ち合わせ。まあ別に、まあ浮きどっかは。スタッフエリアで。そうだよ。ダザマンと悪大官の決闘シーン。その打ち合わせ、他には誰がいましたか。そういえば警備員のおばちゃんがじっと見ていたな。僕らちゃんに茶色い線を送っていたよ。茶色い線ね。他には誰も。うん、それだけ。時間かかっちゃった。まあ、あーでもな、これも聞きたいな。一応それはどうしてですか。知ってると思うけど、ニボサブちゃんが足をひねっちゃって。ああ、そんな話があったな。おかげでお昼食べ損なっちゃった。お昼ですか。いや、まあこれもコテージ会議方僕食べられなくて、あいわけ9時までったのかな。何の話をしていたんですか。トン様のこれからのストーリーとか予算のこと。スポンサーの連中、この僕に向かってさ、君の書くシナリオは子供向けじゃないね、だって。なんかわかる気がする。あの誰か途中で席を外したりしなかったんですか。まあそうだよな、一度も休憩を取らなかったんですか。そう、取らなかったぞ。汗がちょっと気になるけど、決め手がないからな。何か掴んでから後でもう一度探ってみるか。なるほど。このアリバイが成立しちゃったら荷物さんはおしまいよ。なんとか揺さぶって情報を引き出す。はい。ってことは、ここがこっかな。ご飯ですか。メニューは何を。骨付きステーキだよ。スタッフに焼かせてさ。キモい顔すんなや。そういえばスタッフエリアに骨の乗った皿があったっけ。みんなは食べたということは、証人は食べなかったというわけだ。マジか。ちょっと待ってよ。スタッフエリアのテーブルだからこれいいんじゃないの。どうかな。全部聞いたっけ。これ聞いたよな。聞いたな。あ、じゃあ聞いたな。一応全部聞いてみるか。じゃあ結局骨付きステーキは食べずじまいですか。そうなんだよ、ステーキはね。ひどい話だろ。はあ。
なるほど。はい。今の話どう？おかしいと思わない？え？まあでもそうだよ、食べなかったのにチキン残ってなかったからな。ええ、いや実はちょっと気になることがあるんですよ。監督今ステーキは食べなかったと言いましたが、それ以外のものは食べたわけですか？お、よくわかったね。ポケットにチョコがあったからさ、それで上をしのいだんだ。あ、なるほど。大したことじゃなかったな。もっと何かあると思うんだけど。これもう一回やったらあれじゃないの？なんかまた千尋さんのグリーンじゃないの？あ、これで、監督、なんだよ。僕がコテージに行った時、テーブルの上にはスタッフエリアと同じ皿が2人前ありましたよ。あれは誰が食べたんですか？が、いや、そのどの子のよくわかったね。その恥ずかしいから言わなかったんだけど、食べたんだよね結局。骨付きステーキをですか？まあね、せっかくスタッフに焼かせたんだし、後で食べようと思って持って行ったから、コテージに。食い意地が張ってるな。で、いつ食べたんですか？会議中に一回だけ休憩があったからさ、その時にペロリと。汁、汚いな。でも待てよ、休憩を取ったとなると証言におかしいところが出てくるぞ。もうちょっとその辺を揺さぶってみるか。あ、これか。一度も休憩を取らなかったんですか？そうさ、あれって言ったじゃん。あれ、ま、あ、待てよ、なんか引っかかるような。ちょっと待ってください。監督、さっきあなたはこう言いましたよね。休憩中にステーキを食べたと。ああ、どうなんですか？証人どうなんですか？まあ取ったかな休憩。なるほど、よくやったわ。ちょっと負担が。休憩を取ったならその間にスタジオに行けたかもしれない。裁判長、休憩時間について証言をお願いします。わかりました。では証人、証言をお願いします。笑ってるよ。休憩について、確かに休憩は取ったけどさ、たった15分だよ15分。第一スタジオで殺人なんてできるわけないだろ。骨付きステーキ食べてるだけで終わっちゃうって。うん、まあふむ、私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。では尋問。まあ揺さぶるだけ揺さぶるか。まあ言葉数少ないしな。これ聞こう。その15分間は何をしていたんですか？骨付きステーキを食べていたに決まってるだろう。確かコテージのテーブルには皿は2枚ありましたけど。ああ、もう一皿は姫神さんが食べたんだ。姫神、あのプロデューサーか。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。第一スタジオで殺人なんて。いやでも第一スタジオで殺人か分かんないからな、移動させただけかもしんないもん。どうしてですか？ああそっかね、ごめんね。食べるのは早そうに見えますけどね。相手は冷めてこちこちになった骨付きステーキだよ。さすがの僕もちょっと手こずったね。どうだろう、こんな短い証言じゃ矛盾しようがないですよ。とにかく第一スタジオに行けたことを証明しましょう。できるかな。え、あんの？どこだっけ。
第一スタジオに行けたことを証明しましょう。でもさ、これさ、道塞いでんじゃん。道塞いでるから行けなくないっていう話じゃない。2時30分から15分でさ、戻ってこれることは可能だなってことは、可能だなってこと、第一スタジオに戻ってくることは可能だなってことは、これかな。あ、そうさ、難しいよね、なんか。で、こっちでもまあ、いやでも、これかな。ミスりそう、これ、嫌だな。音楽変わんねえもん。ほら、もう、ちょっと。曖昧だもん。時間も時間だからちょっと一回終わるわ。うん、一回終わって次回また続きからやるわ。ごめん。じゃあ、あざした。